アメリカ軍がアフガニスタンから撤退したことについて中国外務省は価値観を押し付ける政策が失敗に終わったと批判しました。中国外務省は31日の会見でアフガニスタンについて外国の軍事占領から脱し歴史の新たなページを開いたと評価しました。20年にわたりアメリカ軍がアフガニスタンに駐留したことについては自国の価値観と政治制度を他国に押し付ける政策は失敗に終わると証明したと批判しました。また今後のアフガニスタンに対してテロ組織を取り締まり国際社会に溶け込めるようできる限り支援するとして隣接する新疆ウイグル自治区へ混乱が波及することに警戒感をにじませました。